真中ひとみとして、電波少年、ニュースステーションなどで活躍し、改名後も多くのドラマや映画、舞台に出演し活躍を続ける女優、こちまちこさん。昔、若い頃を今現在までの経歴や、結婚、夫、旦那、子供はいるのか。改名や留学について、インスタやツイッターなどの SNS、現在の活動についてなど、気になったので調べてみました。こちまちこさんのプロフィール。名前、こちまちこ、こちまちこ。旧芸名、真中ひとみ、真中ひとみ。出身地、大阪府大東市、鳥取県鳥取市生まれ。生年月日、1979年10月30日。年齢、41歳、執筆時。身長、167センチメートル。血液型、A 型。学歴、大阪女学院高校卒業。職業、女優、タレント、所属、クリオネ、特技、趣味、英会話、ピアノ、経歴、こちまちこさんは、1979年10月30日、鳥取県鳥取市に、二人姉妹の長女として生まれます。父親と母親は共に公務員、5歳年下の妹がいます。両親の別居に伴い、小学6年生の時から高校3年生までおばの家で暮らします。小学4年生の時に、脚本、演出を担当した創作ミュージカルが好評を得たことで芝居の面白さに目覚め、中学2年生の時に見たドラマ、この世の果てに感動して女優を目指すようになります。ドラマ、この世の果ては1994年1月から3月にフジテレビ系で放送されました。高校教師、家なき子など多くのヒット作を手掛ける野島伸司さんの脚本で、鈴木保奈美さん、三上博史さん、桜井幸子さん、豊川悦司さんなどが出演しています。こちまちこさんは、高校進学後、オーディションを受け続けるも落選が続きます。埼玉女子短期大学に進学した19歳の時、オーディションに合格し、渡辺プロダクションのレッスン生となります。1999年、20歳の時、日本テレビのバラエティ番組、進むぬ電波少年にて、真中ひとみの芸名でデビュー。番組の企画、電波少年的ハルマゲドンに、電波少年的80日間世界一周、でブレイクします。2000年、テレビ朝日系列ニュース番組、ニュースステーションの金曜日のスポーツキャスターに抜擢されます。同2000年、ドラマ、編集王、フジテレビ系、で女優デビューを果たします。以降、多くのドラマ、映画、舞台などに出演します。2001年に、22歳の時、初主演した映画、ここにいること、で、日本アカデミー賞新人賞など6つの賞を受賞します。2006年、所属事務所渡辺エンターテインメントを辞め、オーストラリアに約1年半、語学留学します。留学中はレストランのウェイトレスのアルバイトをしながら語学学校に通うという生活をします。帰国後は大阪の実家に戻り、家族とゆっくり過ごします。2009年から、事務所、クリオネに所属し、芸名を、こちまちこ、こちまちこに改名。女優業を再開します。2014年、35歳の時、昼ドラ、聖母、清見物語、フジテレビの主演を務めます。2019年には、1月29日に放送された、安藤サクラさん主演の NHK 連続テレビ小説、満腹に出演した際、大きな反響を呼びました。ドラマの放送直後からこちまちこさんの旧芸名、真中ひとみがヤフーのリアルタイム検索で急上昇し、トップ3入りを果たしました。こちまちこさんは、主人公を支え続けた義兄、小野塚真一、大谷良平さんが再婚を考えている女性、本庄よしみとして登場。シングルマザーで、マシンガントークを繰り広げる、話好きの明るい女性として書かれました。ネットでは、誰かと思ったら真中ひとみ、今はこちまちこさんというのね、相変わらず綺麗、懐かしい。電波少年の人だ、といった声が上がっていました。
ドラマ以外にも、2019年に NHK ドキュメンタリー番組逆転人生や、木南晴夏さんが出演する NHK グルメ紀行番組パン旅などに出演しています。改名、こちまちこさんは、2006年の芸能活動休止から2009年の改名まで、空白の3年間があります。こちまちこさんは、2006年に所蔵事務所を辞めて、1年半の語学留学をします。海外留学は、以前から英語の勉強をしたいという夢があり、タイミングが合えばいつか実現しようと思っていたといいます。帰国後は芸能活動を休止して、家族と過ごすなどしていたそうです。活動休止中は芸能界復帰の気持ちが薄く、東京都内で OL として働き、電話対応やお茶出し、掃除をしたりしていたそうです。2009年に入ると、旧事務所のプロフィール欄から名前が削除され、一部報道では引退したと報道されています。2009年に、芸名を、こちまちこ、こちまちこに変え、同年10月に上演された音楽朗読劇に出演、復帰していたことが報じられました。友人から朗読劇の出演の誘いを受け、演じることの魅力、楽しさを改めて感じ、女優業を再開することに決めたのだそうです。新しい芸名は、本名の読みが、まちこ、のため、芸名も同じ読みに合わせた結果決まったといいます。また、菅原の道真が太宰府に流され、京都を離れる際に読んだ和歌、こち深場匂い起こせよ梅の花主なしとて春が忘れそ。にもインスパイアを受けて名付けられているそうです。芸名は、こちまちこ、と改文になっています。2010年、テレビドラマ、相棒シーズン8、テレビ朝日にゲスト出演し、そこから本格的に芸能活動を再開します。2014年3月には、フジテレビ系昼ドラ、聖母、清見物語に出演。こちまちことしては初の主演を務めます。改名後もドラマ、映画、舞台など女優として活躍を続けています。次ページ、こちまちこさんの結婚、旦那、子供は、&インスタ、ツイッターの SNS や現在の活動についても。結婚、夫、子供は、こちまちこさんは結婚しているのか、旦那さん、子供はいるのかなど調べてみたところ、2021年6月現在、結婚しているという報道や、過去に結婚していたという情報は見つかりませんでした。こちまちこさんの熱愛彼氏はいるのか、過去に熱愛報道はあったのかなど調べてみましたが、こちらも有力な情報は見つかりませんでした。こちまちこさんは、ツイッターやインスタグラムなど SNS の自身の公式アカウントはなく、公式ブログも本人ではなく代理の方が投稿していて、プライベートについてはあまり公表していないようです。現在は、こちまちこさんは、2021年現在、舞台やドラマに出演しています。2021年1月16日放送のワウワウ連続ドラマ W、コールドケース三真実の扉、第6話に出演しています。2021年11月には、新国立劇場小劇場で上演される、倉持優作、演出の舞台、リロアセルに出演予定です。この舞台は、新国立劇場が実施しているフルオーディション企画の第4弾です。1800通帳の応募の中から10名のキャストが選ばれました。今回は、2011年に新国立劇場に書き下ろされ、武山ひとしの演出で上演された喜劇、リロアセルが、作者である倉持自身の演出で立ち上げられました。真中ひとみから改名後も女優として活躍を続けているこちまちこさん。これからどんな作品に出演するのか、今後の活躍もとても楽しみです。以上、女優、こちまちこさんについて、でした。